小田原城に援軍が届かぬ理由。そう、あの時あんたは敵だった。だからなんか知ってるんじゃない？うん、心当たりはある。小田原城に向かう途上、道光の城が龍馬の大軍に襲われておる。あそこにおったのがその援軍の、まあひとたまりもなかっただろうな。姫様、長篠で蓮子殿と戦いました。蓮子と？よかった、無事だったのね。でもやっぱり妖術で。はい、ですが術は不完全でした。やっぱりあの時逃げるべきじゃなかったのね。妖者に追われて孫悟から逃げてきた時、蓮子は私をかばって妖魔に捕まったの。そして妖術で操られて、私蓮子を傷つけたくなくて逃げてしまった。でもそれじゃダメだったのね。あの時にしっかり向き合っていれば。姫様、やり直しましょう。討伐軍は長篠の戦いに勝った。だが完全勝利とは言えない。妖術に操られた蓮子を助けることができなかったからである。しかし長篠で蓮子と対峙した周泰は確信していた。蓮子の妖術は解けかけていた。あと一手打つことができれば術より解放できるだろう。その一手はすぐにもたらされる。小田原城で仲間になった孫昌公が術にかかったばかりの蓮子と遭遇していたのである。その時孫昌公は蓮子との対決を避け逃げてしまっていた。もしあの時蓮子と正面からぶつかっていたら、後悔は先に立たない。過ちを正すため孫昌公は行動に移った。長篠での戦いで分かりました。蓮子殿の術は不完全であると。この戦いで蓮子に向き合っていれば術は解けていたかもしれないのね。気にしてちゃダメ昌公、間違えたんだったらやり直せばいいのよ。幸い我らにはその術があります。そうね、ありがとう。みんな絶対に蓮子を取り戻してみせるわ。風陽鬼の武芸見せてあげる。戻ってきたのね。ここに待ってて蓮子、今度こそ助けてみせる。まずは仲間を援護しましょう。蓮子殿に彼らを撃たせてはなりません。残りはあいつらだけだ。まとめてひねり潰してしまえ。私は逃げない。蓮子の心を取り戻すんだから。
りが入った。カモン、まとめて蹴散らせ。我が軍の状況、偶然の灯火のごとく。これ以上仲間は失えぬ。どう、救援か。ありがたい。いけない、これ以上仲間を失えないわ。我らはここで敵を食い止めます。キュウ様、兵士ともお願いします。待たせて。味方か、助かったぞ。当てろ。
敵将俺が討ち取った。おねごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといてやる。姫様、天使殿と刃を交えられますか。それがしが代わりに。ありがとう、ペーコ。でも大丈夫よ、私が自分の手で天使を助けてみせる。いい覚悟じゃない、将校。でも忘れないで、あんたにも仲間がいる。困った時には頼りなさいよ。おねごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといてやる。敵将、高幸福が討ち取ったわ。燃えてきたわ。私は一体なんだか悪い夢を見ていたようです。若いもんにはまだまだ負けん。姫様、辛い思いをさせてしまいましたね。でもおかげで心を取り戻せました。蓮子、よかった。さあ、これからは一緒に行きましょう。いいえ、私はこのまま妖魔軍に残ります。え、術にかかっているふりをして情報を集めるつもりです。姫様に刃を向けてしまった。これがせめてもの罪滅ぼしです。そんな、蓮子。ご心配なさらず姫様、私を信じてください。長篠で皆様と戦う未来があるならば、その時にお味方すると約束しましょう。それでは未来にて。なしと。嘘。